スリー、ツー、ワン、ゴー、シュート！おっとー、軽々とオーバーフィニッシュー！ペッコマ。みなさんこんにちは、レンチュルです。今日もご視聴ありがとうございます。2022年はトレ年ですね、ゴー！今年は36年に一度のゴーの虎の年です。つまり、虎年の中でも最強の虎年です。それにちなんで、本日は虎をイメージしたペッコマを開発しました。それがこちらです。じゃーん！前から見ると、虎の顔になっています。それでは作り方をご紹介します。みなさんこんにちは、パパチルです。今日もよろしくお願いします。まず最初に材料を紹介します。ペットボトルのキャップ、プッシュピン、テーピングテープ、電動磁気仕様の貝消しゴム、ダブルクリップですね。こちらは滑り防止ストッパーに使うものです。幅1センチのもの、これが2つです。そしてビーズ、結束バンド、これらがブレードに使う材料になります。上がビーズですね。星の形の大きなものが2つ、黒いものが2つ、黄色の大きいものが2つ、白いパールビーズが2つ、オレンジ色の小さいものが1つ、黄色の小さいものが8個です。そしてこちら幅1センチのダブルクリップですね。滑り防止ストッパーのものと同じもの、これが8個です。これらがペッコマの材料になります。こちらはペッコマで遊ぶときに使う道具です。ベーゴマスピンヒート、こちらのシューターと紐ですね、これを使います。それからお皿ですね。我が家では幅30センチのお皿を使っています。それでは作っていきましょう。最初はキャップにピンを刺します。はい、刺せました。次に消しゴムを刺します。はい、刺せました。キャップにテープを貼ります。はい、できました。滑り止めストッパーをつけます。ペットボトルのキャップのちょうど逆側になるように取り付けます。ここまでできたら持ち手部分を外します。はい、できました。ブレードを取り付けます。最初にすべてのダブルクリップの持ち手を外します。はい、この通り外し終わりました。では組み立てていきましょう。こちら一つ目ができました。二つ目もできました。ここから二つをゆるく輪っかにします。それでは組み立てていきます。ここまでできたら余分な結束バンドをニッパーで切りましょう。今回は最後にこのビーズを真ん中に刺して完成です。完成です。2022年は虎年ですね。今回は虎の顔をモチーフにしたペッコマを作りました。早速戦ってみましょう。今回作ったペッコマをレンチルが、前回作ったトゥインクルスノーをパパチルが使って戦います。3回戦ってどちらがたくさん勝てるか競います。それでは早速戦ってみましょう。ファーストバトル、3、2、1、ゴー、シュート。さあ最初の戦い、お互いなかなか当たらない。回り込んできたレンチル、軽くかすったがお互いに影響なし。続いて当たり、今回はスタミナバトルになりそうだ。
おっと、沸騰されたレンチュル、スピンフィニッシュ、パパチューの口、セカンドバトル、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。おっと、軽々とオーバーフィニッシュ、レンチュルの口、イエーイ。見事なカウンター攻撃でパパチルをオーバーさせたレンチュルの虎の駒。1対1で迎えた最終バトルです。ファイナルバトル、スリー、ツー、ワン、ワッシュ。あー、ワッシュ15番、重い。耐えた、耐えられた。さあ、どっちか、削り合いだ。飛ばされたか、お互い粘る。ちょっとフラフラしてるのはレンチュルの方か。いや、パパチルもフラフラしてきた。どっちだ、粘れ粘れ。うーん、ドロー。ファイナルバトル、スリー、ツー、ワン、よっしゃ。あー、パパチュー、あー、パパチュー、ラッシュ上、おっと、オーバーフィニッシュ、レンチュルの勝ち。ただいまの勝負、2対1でレンチュルの勝ち。イエーイ。いやー、最初はパパチルの方が勝ったんですけれども、その後2回ですね、オーバーフィニッシュで見事にレンチュルが勝ちました。どちらもトラらしいですね、ガブッと噛みつくような一撃でオーバーに押し込められました。お見事です、レンチュル。さあ、レンチュル、恒例のこの時間がやってきましたよ。やはりもうテッコマのお名前決めちゃってるのかな。じゃあ行きますよ、そのお名前を発表してください。どうぞ。タイガースター。タイガースター。よー、タイガースターときましたか。スターはなんでスターなのかな。なんか耳が星なので。そうかそうか、今回のベッコマのね、虎の耳、横から見ると星なんだよね。それでタイガースター、あ、いい名前じゃないでしょうか。じゃあ今回のベッコマですね、タイガースターという名前に決まりました。ありがとうございます。新年一発目は虎年音頭から始まりました。今年もたくさんペコマ作っていきたいと思います。うるさいよレンチュル。はい、じゃあ今年もこんな感じで、ありがとうございました。2022年の幕開けにぴったりな虎のペッコマができました。今年もいろんなペッコマを作って遊んでみたいと思います。それでは本日はここまでになります。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ギャオペッコマ。チャンネル登録よろしくお願いします。